はい、ポンです。お疲れ様です。今日はね、午前中に不動産の会社に行って無事収録してきました。それで今日の19時ぐらいにアップされる予定なので、ぜひ皆さん見てくれると嬉しいです。それとね、結構ね、動画ズバズバ切られてるんですよ、内容がね。いつもだいたい1本20分ぐらい喋るんですけども、十数分になってたりとか、7分とか8分になってたりとかね、結構ズバズバ切られるんで、今日その、編集の一番、偉い人がいてるんですけどね、その人とちょっと話したんですよ。切りすぎ違うかと。20分喋って半分以上、カットされてたら、どうなんみたいな話をしたんですよ。そしたらね、その人、自分よりもだいぶ若い人なんですけど、誹謗中傷的なことは、人間としてやっぱり良くないと。人間のモラルとして、出せないですと。その YouTube がバンされるとか、収益ができへんとか、そういう問題の前に、人間のモラルの問題ですと。そういうのはやめときましょうっていうのをはっきり言われてね、ああ、なるほどなと。自分らは面白おかしく、喋ってる感じなんですけどね。やっぱり第三者が聞いたりとか、本人が聞いたときに、これは誹謗中傷になってると。その人のね、それは良くないんじゃないですかっていうことを言ってるんですよ、その人は。で、それ聞いて、ああ、なるほどなと。違う目線で見たら、そやねんなと。いうことをちょっと分かって、切られるのはしょうがないなと。いうことに、たどり着きました。なので、ちょっと言葉は気をつけたいなと思うんですけど、自分の、内容で気をつけて喋ったらね、何のことを言ってるかも多分分からないようになってしまうと思うんですよ。だから逆に、上手にカットしてるなって思うぐらいです。それで、今日の話はね、ちょっと気をつけないといけないような誹謗中傷に対してね、ちょっと話になるんですけども、5代目山口組当時のね、初代匠組の B さんの話を今日はちょっとしたいと思うんですけどね。B さんはね、自分直接知り合いじゃないんですけど、回り回って知り合いで、何回か一緒に食事したりとかお酒飲んだりとかしたことある人なんですけどね。B さんの、彼女が AV 女優だったんですよ。奥さんもいてるんですよ、 B さんには。でも彼女が AV 女優だったんですよ。その子はね、結構人気があって、結構売れてたんですよ、その人の作品が出たらね。でファンも多くて人気があったんですけどね、ある AV 会社に移籍をしたんですよ。そっちの方がお金がいいから。それで、その AV 会社っていうのは、ものすごく闇が深い AV 会社で、いろんな契約書巻くんですけど、その内容が、ちょっと難しい内容の書き方をしてるんですよ。どっちにも取れるようなね、内容なんですよ。で、それでサインして、ハンコつくんですけど、される内容、その、作品の内容ですね、が、ものすごく、グロいんですよ。これはあかんやろと、命に関わるやろとか、ハードすぎるやろっていうような内容だったんですよ。で、それね、もちろん B さん彼氏やから、B さんに相談するんですよ。私騙されたと。で、ほんでそれで B さんがもちろんそこに話しに行くんですよ。そしたら、違約金がいりますよと。サインしてるじゃないですかと。もうこっちは、次の作品出す段取りで動いてると。で、いろんな用意もしてますと。だからもちろん違約金のことも書かれてるんですよ、契約書に。だから裁判してもいいですよと。強気に言ってきたわけなんですよ。もちろん B さん、現役の役だから、何言うとんねん、これはと。会社潰しまうぞ、こらっていう話をするんですけど、そしたら関東のある組織の方が出てこられたんですよ。
で、その人とまあ B さんといろんな話するんですけどね、結局何人が AV を連れてその会社に行ってるんですよ、女優を連れて。その子はで、まとめてその契約解除の話をしてるんですけども、その他の女の子にその会社からまあ電話かかってきて圧かけられてるわけなんですよ。このままお前 AV 界で折れると思うなよとかね、今戻ってきたら許してあげるとかね、まあそういう感じで言って、一人の女の子が自殺しちゃったんですよ。それでまあ遺書とかもまあ出てきたんですけど、いろいろ出てきてるんですけど、まあ言われてることはものすごくきつい内容をその闇深い AV 会社から言われてるんですよ。親元に作品送るとかね、親は知らなかったらしいんですよ、その AV してることをね、そこに送るとかね、同級生のとこに送るとかね、まあ、そういうことを言われてるんですよ。それ以上に出てきてるんですよ。で、それで B さんがそれもまとめて話するんですけど、まあ、ちょっと小バカにしたような感じなんですよ、向こうの AV 会社が。その前に立たれてる関東のある組織の人も毎回、いやそれじゃあ社長に確認しますねとか、じゃあそれ一回聞いてきますねとか、もうそういう子供の使いみたいなことをするんですよ。それはわざとなんか、その人が何もできないんか、それはわかんないですけど、まあ子供みたいなことをするんですよ。それでその B さんの彼女もちょっと鬱っぽくなってね、ちょっとおかしくなっていったんですよ、だん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 。まあ自分が連れて行った、まあ、4人ぐらいの AV 女優を連れて行ってるんですけど、その子らがやっぱりもうお金にも困ってくるし、生活ができなくなってくるんですよ、作品に出ないとね。だからその子らはもうその闇深いとこに行っちゃうわけなんですよ。一人亡くなったけど後の残りが行っちゃうんですよ。その子ももう B さんに、私ももうその会社行くよと、闇深いとこにね。それでその女の子がその闇深い方の AV 会社に行っちゃうんですよ。そしたらもう B さんは話してる最中やし、立場がないわけなんですよ、恥ずかしくて。お前が嫌やって言うから俺は一生懸命話してたのに、お前結局そっち行くんかよということになって、別れちゃったんですよ、その AV 女優と B さんとね。それね、そっから半年ぐらいしてからかな、その女の子がね自殺しちゃうんですよ。結局やっぱりそのハードなプレイについていけず、体壊してね、ちょっと鬱っぽいのもあったし、それでまあ自殺しちゃうんですよ。で B さんもちょうどそのタイミングぐらいで、あることでお金が詰まってね、まあ仇になるんですよ。それで仇になって、まあその話を聞いて、その子が亡くなったっていう話を聞いて、自分のせいやと、俺があの時にもっとちゃんといい話してあげたらよかったと言って、まあ悔やんでね、本人が結構落ち込んでたらしいんですよ。自分はその頃B さんと会ってないんですけど、落ち込んでたらしいんですよ。でそれで会社ね、あるまあ AV 会社の会社の社長をさらうんですよ、 B さんは。まあ仇になってからね、さらって、まあ誘拐みたいなもんですね。それでいくら金用意せっていう感じで、もうちょっとおかしくなってね、 B さんも身代金誘拐みたいなことしたんですよ。それで何ぼ取ったんやろ、2000万ぐらいあげたんかな、金2000万ぐらい多分お金が上がってるんですよ、その AV 会社から。まあうまいこと言ったと、その女の仇も取れたと言って、何年やろ、3年ぐらいしてから、3年4年ぐらいしてから B さんが、まあ、ある山から変死体で見つかったんですよ。
それで AV 会社なんかどうなんかは分かんないんですけど、あの、まあ、B さんは近い人に狙われてると、その AV 会社からやられるかもわからんっていうことを言ってたらしいんですよ。何かの話があったんでしょうね、その頃に。それから数年後にその AV 会社は大きい事件でパクられるんですよ。まあなんとか事件みたいなね感じでパクられるんですけども、有名な事件になったみたいです。だから社長はものすごくお金持ちで有名な人なんですよ、昔からね。でもその B さんの事件は多分未だに犯人は捕まってないと思うんですよね。それをなぜ今日この動画にしてるかっていうと、その AV 会社の社長がもうすぐ社会復帰するらしいんですよ。今ちょい切ってるらしいんですよ。自分で知らなかったんですけどね。それを今日ちょっとある人から聞いてね、知ってると。いや知らんと。で、あの B さんの話やったやろと、その AV 会社のその人がもうそろそろ帰ってくるらしいよと。だからある人に聞いたらしいです、それを。もう帰ってくるっていうのを。だからそれで何かがあるとか何かが起きるとかそんなんじゃないんですけどね。もう B さんのために動く人も多分いてないでしょうし、その事件はまあ結局解決はしないと思います。その B さんの事件はね、解決したって聞いてないんで。でもその AV 会社は大なり小なり絡んでたんじゃないかっていう風に周りは言ってますね。実際警察も結構そういうことが起きてるってことまで知ってたみたいですからね。ということはやっぱり調べてるってことなんでね。はい、なんかそれがあったことを今日思い出しました、その話を聞いて。なので今日それを動画にしました。ちょっと説明がややこしくなってるかもわかんないですけど、はい、すいません。まあ今日は闇の深い AV の話をしてみました。今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ。